どうも世界かつくん100億人のクラファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、1月24日の朝でございます。はい、はい、本当はね、今日朝、まあ名古屋、愛知かな、9時オープンが多いんですけど、うん、はい、その前から並んで行こうと思ったんですけど、うん、ちょっとね、連日の疲れでちょっと出遅れてしまいました。はい、寝坊です。はい、うん、まあ、うん、しょうがないです。まあ、睡眠優先って考えてたんで、寝坊ではないです。はい、ポジティブだね、はい、それは大丈夫です。はい、で、今から行きたいと思いますね、うん、そうですね、何が出るかな。うん、まあ、昨日海のね、あまりちょいパチか、ちょいパチって言って、それ狙っていきたいなと思ってるんですけど、うん、それそうだね。うん、昨日エンディングちょっと話をしてたことがあって、うん、あの、まあ、無調整だったらお宝大ですみたいなお話したんですけど、うん、はい、大事なのはスルー大事ですね、ちょいパチの方は、うん、はい、あのスルーに入って通常時に結構電柱開くんですよ。スルー、あ、はい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 、あ、3個入ったみたいな、通常時にね、うん、前の、まあ、回るパチンコみたいな感じなんですけど、海のね、うんうんうん、はい、でしかも電柱終わったらなんかパカパカって高速で、あの3回ぐらい開いたりするので、うん、多分残りスルー保留が開くんでしょう。スルー結構大事ですね、うん、あ、電柵終わりね、はい、3パチンコ、そうそう、開いたりするんで、はい、うん、してるね、うん、相当大事だと思います。はい、はい、それだけです、見残すことは。私ははい、そうですね、はい、はい、ちょっと今日僕はね、この店の癖をちょっとある程度知れたらいいなと思ってます。釘とかね、あの、おすすめの台とかね、はいはいはい、何を強くしてるのかなとか、うん、ちょっと知りたいですね。いいですね、特定日なんで。はい、じゃあ行きましょう。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕はい、どうもー、はい、どうも。自撮り棒がないのでバイクに忘れましたので、手持ちでいきたいと思います。はい、行きましょう。1月24日の結果発表です。パンパンパン、はい、パンパンパン、はい、手がつかないからね。今日何話しましょうかね。うん、まあそうだな、何言ったかっていうのと、まあ、店の癖、立ち回り、今後の、はい、その辺じゃないか。あ、そうですか。か、うん、以上、はい、はい、今日打ったのは、うん、なんだっけ、やばい、僕が忘れちゃった。あ、そっか、今日死ぬほど打ったんだ。死ぬほどでもないですけど結構打ったの。はい、最初鬼武者の甘で打ったんですよね。うん、設定付きの寝台なんですけど、はい、いきなりすぐ当たってね、結構バックレーン、バックにもしたんですけど、うん、まあちょっとね、重複認証まずしないですね、あれ。重複認証しないし、うん、時間効率も悪いし、35年ぐらいしたんですね、確か。すげえな、うん、90%、 ダッシュ入っちゃえば 90% ぐらい、うん、ですね、うん、なので今後使える機種じゃないですね、あれは。うん、まあ触る機会ね、はい、もう触る機会多分ないんだと思いました。はい、はい、で、あとは北斗無双のアマデジ打って、うん、それも最初20回ぐらいだったんですけど、うん、最終的に 18.5 ぐらいに落ちちゃったんで、はいはいはい、まあね、いろいろ技術管理していけば打てなくもないですけど、うん、まあ、もう少し痛いないかなと思って刑事執行食ったりとか、うん、ちょいパチの海打ったりとかして、うん、ちょいパチの海も爆練したんですね、最後最後とか1回しか当たらなかったかもしれないですけど、うん、はい、うん、ずっと回したもんね。ずっと当たってましたね、はい、まあ、それちょっと回転サンプル少ないんで1000個しかかかってないんですけども、27回ぐらいだったんですけど、まあ、そうか、さすがにそこまではないと思うんですけど、うん、はい、まあ期待値ちょい超えぐらいの台をさまよってた感じですね、僕は。うん、そんな感じだね、話聞いてる、はい、うん、西村さんはちょいパチのままで上手と打ってた感じですね、うん、ひたすらもう地獄かと思ったら。なんで最初はいいんだけどさ、はい、あのね、初代モードのあの音が好きだからさ、うん、ずっと聴いてられるんだけどさ、もう今日18時半ぐらいに上がったわけなんですけど、はい、大当たりが96回とか7回とか、お、うん、まあ、なんかね、飽きるよねどうして
今ね、うん、319のね、うん、あの大海とかだったら全然いいんだけど、はい、うん、なんかこう回転数も結構きっちり測るし、うん、俺はね、うん、測るし、あとなんか止め打ちだの放流8ダメして終わるだの、はい、いろいろやる機会が多いからさ、うん、なんかこうなんか疲れる確かに疲れますね、うん、楽しくないわけじゃないんだけどね、うん、飽きるか、うん、一日中って、うんうん、で結局回転数的にはなんか左に打ってる時と右に打ってる時とちょっと違ったんですけど、うん、まあ一日中通せば多分20回ぐらい、うん、大体ね、右に打ってて21回ぐらい、左に打ってて19回ぐらい、うん、っていうそんな感じの台。僕多分左の方が回るんじゃないかなと思うんですけどね、西村さんの台。いやあれね、右のさ鎧さ、はい、あのなんだろう、右側にあるからさマイナスに見えがちなんだけどさ、うん、真上から見たら全然そんなことないのよ、うん、実はね、うん、っていうね、俺も最初マイナスなのかなと思ってたんだけどさ、なんかじっくり見たらそんなことなくてさ、あ、そういうもんか、そうですか、うん、で、感じだったね、はい、あとはその道釘の下、はい、アタッカーにこう向かうところの道があるじゃない、うん、アタッカーって電柱ですね、そう、電柱と、はい、電柱、はい、うん、あそこがさ、その途中で穴が開いてるじゃない、うんうん、でそこのところのね、そのなんつうのかな、穴の右側っていうのかな、はい、のところの釘がね、ピョコってこう上がってるわけですよ、うん、ちょっとずつ、うんうんうん、あいつのせいで全然ね、あの電柱に届かないんですよ、なるほど、ね、弾が、はいはいはい、あそこが取らないと通常にさパカパカに入んなかったんですよ、回転数稼げなかったね、なるほど、ね、ちょっと今日はそれが勉強になったなって感じでした、ね、そうですね、バジリスクとかもね、あの下のそのおぼろポケットに向かうね、うん、道釘を結構潰してるところとかあるんでね、はい、そこは結構大事かもしれないですね、あの台は大事だろうな、きっとバージとか、ちょいパジの海とか、はい、回る、はい、大事かもしれないですね、うん、大変、はい、と思いましたですね、うん、で次、まあ、収支払うと収支は2人でプラス7万ちょいぐらいになったかな、はい、さあし昨日の負けを取り返した感じですね、うん、ですね、うん、はい、よかったです、よかった、はい、あと何でしたっけ、話したら起きたいことは、話したら起きたいこと、昨日カメラ撮り終わった後に俺はもっと話してって言ってたんで、ね、はい、まあそうだ、そんな積極的って感じじゃないんで、ね、まあ、話したいこと、まあ今日行った店ね、ちょっと今日あのどんな癖があるのかなと思ってさ、その地域とかホールドって全然違うじゃない、うん、この機種は強いとかさ、うん、なんか首この辺触るとかさ、はい、で、まだ3店舗ぐらいしか見てないし全然売れてないから何とも言えないんですけど、はい、なんか今日行ったホールドに関しては結構いろんなところをちょっとずつ触るなっていう、そんなイメージでしたね、うんうん、だから多分今まで大味にさ、俺ね、へそと鎧とワープ、はい、この3つ見てポンポンって特定日だし、はい、特定台らしいって座ってたけど、うん、まあ特定日に稼働ができないのであれば、うん、ちょっとね細かく見ている必要があるなっていうふうに感じたので、はい、まあ、ちょっとねもうちょっと勉強しながら細かく見ていこうかなと、お、まあ、そんなふうには思った一日でした、なるほど、うん、だからな、はい、まあ、そのところですね、はい、うん、そのところみたいです、なんだそれ、明日は編集ですね、はい、明日は編集、うん、もう午前中編集したいですけど、まあ、午後行けたら打つか、ホールチェック全然行けてないんでね、うん、チェック行くか、うん、したいなと思ってます、うん、もうちょっとね、打てるんですよ、皆さん、うん、うん、きついですね、うん、最低限の時給レベル稼げるぐらいはあるんですけどね、ちょっともう少し上を目指したいなとは思ってる感じですね、あ、はい、稼ぎたいところだね、うん、うん、です、はい、はい、じゃあそんな感じで今日もありがとうございます、はい、はい、じゃあバイバイ、バイバイ。